ギロチンシャーと言いまして、鉄くずを切る機械になってます。いくらぐらいでした？これですか、はい、これ本体だけやったら億超えます。億超えるんですか、はい、これが抑える、品物を抑えます。はい、皆さんこんにちは、鉄くず兄さん、藤尾です。今日はちょっとなんか変わった設備があるというか、なんか豪快な設備があるんですけど、こちらギロチンシャーと言いまして、ギロチンシャー、はい、鉄くずを切る機械になってます。ほうほうほう、切断する機械ですね。ほうほうほう、真っ二つになるってことですか？いや、まあ、あの鉄くずっていろんな形状があるんですけど、要はこれを切断することによってまたあの製鋼メーカーに持っていくんですけど、原料として持っていくんですけど、その中に釜があるんですね。釜に鉄くずを入れて炊くことによって言ったらお湯みたいな形になるんですけど、溶けてその釜に入るサイズにうちの方でカットしないと。なるほどなるほど、はい、それをカットする機械がこちらのギロチンシャーになります。お、はい、この供給ボックスっていうんですけど、こちらで高さがまあ1600ですね。で長さが9009メートルあります。で幅が2002メートルなので、まあ、ここに入るものっていうのは切断できるという話ですね。なるほどなるほど。これがじゃあいっぱいいっぱいにして、はい、これがあれか、そうです、押し出されていくんですか、もしかして。そうです、これが、送り移動板といいまして、はい、こちらの送り移動板が前に来ることによって、ね、品物をどん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 押してくれます。はいはいはい、こちらに、なったものを、まずは押さえっていうもので、はい、身もあ品物を押さえて、はい、その後カッティング板っていう、まあ、刃物がついた、これが刃物ですね。そうですね、はい、下の部分だけ刃物なんですけど。そうなんですね。そうなんですよ、それで鉄くずをザクザク切っていくっていうイメージです。はい、これって大体の鉄は切れるんですか？切れないものも中にはあるんですか？それも一応基準がございまして。あ、そうなんですか。はい、あの最大で膀胱というのはあの鉄筋みたいなごっついぶっとい鉄筋、最大180ミリは切れると一応説明書には書いてますけど、あんまりそういった分厚いものは切らないようにします。まあそうですね、はい、これ一位産業この会社にはどれぐらい前からあるんですか？こちら2016年にこれに、更新したんですけど。あ、最近。そうです、はい、あの20年前から、ギロチンっていうのは据え取ったんですが、あのパワーアップするために2016年に入れ替えしたような形です。入れ替えっていうのはもう総入れ替えでした？もうここの埋まってるんですけど今、はい、地下に、はい、全部一回鉄板はぐってで全て出して新しいのをここに載せて帰った。すごいな、はい、いくらぐらいでした？これですか、はい、これ本体だけやったら億超えます。億超えるんですか、はい、で、まあ、あの中の工事とか合わせるともう少し。そうですね、まあ、10年20年は現役ですか？もっとそうですね、この前の機械で、まあ、約25年ぐらいは動いてましたので、うん、やっぱり年が経つほど故障も多くなってきてしまう。そうですよね、はい、ちょっと動いてるとこ見たいんで、はい、ちょっとまだやってもらっていいですか？わかりました、はい、おお、すごい。ユンボを使ってギロチンの供給ボックスに投入します。はい、投入されました。でこれが送り移動板ってなってまして、はい、これが品物をどんどん押してくれます。はいはいはい、こういった感じでずーっと押してくれます。ずーっと押していきますんで、でその後これが押さえる、品物を押さえます。押しといて軽く圧縮するんですね。
でその後また押さえが一回沈んで、その後向こうのカッティング板が今下がってきてる状態なので、それで鉄くずを今どん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 切ってます。押さえながら切ってるというような感じ。でそれが奥のピットにどん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 、そうです、今押さえが、うわうわ、で横押しで軽く圧縮してます。で横押しが戻って、また押さえに押さえます。で向こうのカッティング板で今切ってます。また送りが送っていきます。大体サイズは3段階で選べるようになってます。これが怖いそうですね。すごいですね。そうですね、迫力あると思います。この切断能力は1250トンって言われてますので、まあ、1250トンの力で切ると分かりにくいんですけど、まあ1201台車が1トンやとしたら1250台押せるような力があるって、合ってるか分かんないですけどということで、はい、勝った、そうですね、ギロチン車、ギロチン車、ニューギロですね。ニューギロ、はい、紹介してもらいましたけど、はい、いや、ちょっと近くで見てたらかなり迫力あって怖かった。そうですね、怖かったと思います。音もやっぱすごいですね。そうですね、やっぱテスとテスが重なるんで、あ、大きい音が出てしまいますね。まあでもなかなかめったに見れるもんじゃないので、そうですね、よかったです、ね、刺激になったと思います、はい、刺激が、はい、で今は、だいぶ細かいものを、薄いものですね。薄いもの、はい、薄いものをしてるんで、さっきよりは音はまだマシかなと。あ、なるほど。やっぱ太く、あ、分厚いものになればなるほど、はい、大きな音が出て、ね、まあ、だいぶ、そうです、まあ、鉄くずも薄いものと厚いもので値段が違ったりするので、はい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 、厚いものが値段が高く買い取りできたりとかもありますので、品物によって値段が違うので、はい、今回は1250トンのニューギロを紹介させていただきました。これからどんどんいろんな設備も紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。この動画がいいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、会社の詳細は概要欄に載せてありますのでチェックお願いします。地球は鉄でできている、鉄くず兄さん藤尾でした。